おはようございます。今日はちょっと色合いが戻ったと思います。 GoPro で朝撮ってます。僕はこっちの方がなんか色合いは好きかなという感じでございますけれども、昨日忘れてきちゃったんで回収しに来ました。昨日 Uber やって帰ってきた時に車の中にね、そのままカメラとレコーダー置いてきちゃったもんですから回収してきました。今までだと1個しかなかったもんで回収するまでの映像っていうのは撮れなかったんですけれども、今回からは2セット以上あるのでそれができるということです。まあ嬉しいんだかなんだか。昨日のうち天気予報を見てたら午前中から雨降ってくるようなこと言ってたんで出てきたんですけれども、とんでもないいいお天気です。ガンガンに晴れててめちゃくちゃ暑いです。まだ空見渡してないのでどのくらい雲出てるかわかんないんですが、お日様方向だけもしかしたら雲がないのかな。今日は漁港の方をお散歩しております。ちょっと日が陰ってきてくれたんでいいですね。でも蒸し暑い、めちゃくちゃ。ミミちゃんちょっとバテちゃいました。どこが一番効率いいんだろうね、冷やすのね。お腹とこかな。暑いね。早く出てきたんですけれどもね、やっぱり湿気がすごいのと日差しがあるとめちゃくちゃ暑くなるのでね、辛かったようでございます。これからお昼のウーバー行きたいと思います。10時20分です。今日予測見ると結構10時から2時ぐらいまでは高いもんですから、一稼ぎしていきたいと思います。それにしても暑いですね。皆さん家から出ないで冷たいものをウーバーで頼みましょう。では行ってまいります。11時半ぐらいです。今2本終わって、この後今1個ピックアップ、2つダブルで来てまして、津田沼でもう1個ピックアップするところですが、雨が降ってきました。天気雨ですよね。狐の嫁入りでございます。結構大粒なんでみんな走ってます。濡れちゃうよ、過酷です。熱中症には十分皆さん気をつけてくださいね。水分こまめに取りましょう。今日ビビットに涼みに来ちゃってます。ここはね、カートに乗っけてれば OK なので助かります。ちょっと歩ってきて涼んでる感じです。フードコートとかはダメなんですけれどもね、他のところは大体 OK です。あ、ゼビオか、ゼビオだけはダメって書いてあったね。あと他もいろいろ聞いて OK です。で、持って GU も全然 OK だったんだ。ジュンク堂の本屋さんはフード閉めてればいいですよってことでした、はい、だんだんそういう風にワンコと一緒に行けるとこが増えてくると嬉しいですね。これからアマゾンのお仕事行ってきます。ちょっと今日はね遠回りして、なるべく渋滞に捕まらないところから行きたいと思います。今日6時半からの4時間でございます。まあ辛いことなく仕事が終われればなと思ってます。今日はどこになるんでしょうか。では行ってきます。後ほど。
と今ステーションで荷物を積んでまいりました。非常に少ないですが、すべて再配達のお品でございます。まあ持ち戻り出ちゃうでしょうね。全部が、ね、ポストとかそういうのではダメだったってやつですから、マンションに入れないとか、あとは置き配不可でその方がいなかったとか、そんな荷物ばかりでございますので、ちょっと今日は厳しいかなと思われます。はい、直帰はできないでしょう。でもまあやれるとこまでやってみたいと思います。のんびりと戦います。では行ってきます。